フォアート3です。立浪がなんか試合に出れてなかったんで、設定変えて立浪を出れるようにしました。これで中日はだいぶ打撃が向上したんじゃないかなと思います。で、パート2と連続して撮ってるので多分コメントの反映とか何もできないと思います。今年のクライマックスはヤクルト、どうだろう、阪神ヤクルト、どうだろうか、どうなんだろうか。ここでの予想、阪神1位は多分これ抜けると思うんだよな。ずっと阪神1位で抜けて、でヤクルトが2位で通過して、マシンガンか中日、でもうちもまだチャンスあるからな。多分3位を残りの4球団で争う。俺の予想では1位阪神、2位ヤクルト。これかなと思います。どうなんだ、パリーグどうなんだ。よし、記録室見よう。記録室はもうなんかね、どうなんだろうか。ランキングだけ見ればいいんだろうか。やっぱりちょっとさらっと流していくか。立浪試合出れるようになったかな。あ、出れてる。結構出れてるな。そして立浪すげえな。いや、これをずっとベンチに寝かせといた監督は一体誰なんだろう。監督なんだ、多分ね、多分グラフィック的には多分高木監督なんだろうけど、これの多分おじいちゃんなんだろうけど、やっぱね、ダメだな。ジョイナスダメだな、やっぱり。福留がいるといってブランコ14番。ああ、これ4番に置くのかな。いや、でも福留を4番に置きたいな、俺だったら。ジョイナス全然打てないんだな、やっぱりな。津波3番、福留4番がいいんじゃないでしょうか。もしヤクルト。さあ、青木若松ペア。あ、やっぱ打率落ちたな。やっぱ4割はおかしいもん。やっぱり落ちていくんだ。この3人がいる限り多分崩れないな、ヤクルト。ああ、強いわ。バレンティンが10本。重いのか打ってないな。重いのか打たないんだな、バレンティン。50。確かね、今日ね、55本到達しました、バレンティン。この動画を出してる頃には何本に打ってるのか分かりませんが、まあ、俺の、どうなんだろう。今年はなんか王さん言われてるから、意外と王さんの権力が働いてないのかもしれないね。60本ぐらい出てほしいわ、これ出してる頃には。この3人、いや、この2人か、この2人は打つけども残りがひどいのか。だから低迷してんのかな。これトリプルスリー達成しそうだな、ノンケン。あ、行きそう。これ行くな、絶対。ちょうどいいぐらいに行きそうだな。うん、いいね。打点51、結構打ってるな。お、バース。バースが、ここに来て頭角を出してきた。さすが三冠王。バースはね、54本だったね。あ、残念だ。新庄か、もうな、3割9分じゃねえよ。結構3割9分はめちゃくちゃ打ってる。3割9厘って言っちゃう。3割飛んで9厘って言っちゃうといい感じかもしれない。3割は打ちすぎだな。でも終盤になると多分2割7分ぐらい打ちそうだな、これ。あ、すげえな、鳥谷も食らいついてんな。あ、結構6人頑張ってるな。これがあれか、キーか。この6人がキーなんだな。なるほど。本塁打18本、田淵16本、4番バース、田淵5番だから。これは打つわ。どうだった、4番バースだったかな、3番バースだったかな、忘れたな。34。交流戦終わった時点で34個盗塁してる。すげえな。よし。横浜。打率、松井。
あら、あら、中村さん、ノリさん、ノリさん打つね。ノリさんすごいね。すごいな、この4人が。鈴木が3割から転落そうだな。いや、3割打ってほしいな。3割2分ぐらい打ってほしいな。本塁打、20本。うん、いいんじゃないか。筒香が11本ってるな。結構食らいついてきてるな。盗塁はな、だもしないだろうな、誰も。ああ、やっぱ誰もしない。高典が頑張ってるな。でも、盗塁成功率3割6分4厘はちょっと、3割6分 ちょっとこれはまずいんじゃないか、これは。せめて5はいってほしいな、これ。これはまずいんじゃないか、さすがに。盗塁禁止令出ると思うよ、これ、さすがにね。おう、次は、あ、そうだ。どうだろうか。渡辺、鍋厚じゃねえ。鍋厚はちげえわ。3の人だ。あ、この2人何もできてないな。多分まだ1回も1塁ベースを踏めてないんじゃないか、これ。ダイソーでも送られないだろうし。みんな遠慮してんな、この2人に関しては。さすがにベンチにいたらちょっと遠慮するわ。パリーグのデータ、これでいいか。ハリさん、4割。すげえな、ハリさん。でも、落合も本当だったら三冠王取れてるぐらいの感じであるけどね。ハリさんがいなかったらね。ハリさん強くしすぎだわ。榎本、2割8分。いやー、3割いけるはずなんだけどな。だって95あるもん、2位と。3割いけるはずなんだけどな。小坂。小坂は割といい感じ。盗塁以外はいい感じなんじゃないか。盗塁以外は。ちょっと重いのか盗塁してるけど。福本さん。あ、3割乗せてきた、福本さん。すげえな。本塁打。落合。ペーニャ。あ、ペーニャすげえな、これ。ペーニャ4、これは4番だ、ペーニャ。榎本11本。あ、結構打ってんだな、やっぱり。打点61。あ、ここ変わんねえんだ、この3人。ああ、でも得点圏すげえな、4割2人。この2人がちょっと飛び抜けちゃってるな。すごいな、落合ハリさん。盗塁32。赤星といい勝負じゃないか。赤星が勝った。赤星すげえ。赤星すげえわ、やっぱり。すげえな、赤星。バース、1位。阿部がまだいるか。阿部結構すげえな、やっぱりすげえ。いや、でもこれ、設定おかしいんだ、これ。おかしくないか。パワー A じゃなくて、俺、パワー B の75でいいと思うんだけどな。キャッチャー丸もいらないと思うんだけどな。あと目をもっと離してもいいと思うんだけどな。もうなんか耳にかかるぐらいでいいと思うんだけどな。二塁打、坂本か。坂本なのか。あ、欲しいね。このリードオフマン2人って、もうどっちが迷うよね。もし自分が監督だとしたら、この2人どっちを1番に置くかっていう。どうする？俺だったら青木は3番に置きたいね、多分ね。多分、消去法でいくと青木は3番にしか置けないね。あ、赤星を1番に置いて青木を3番に置きたいね。いいね。松井20本、山本19、バース18。あ、ついね、ここら辺デッドヒートしてるね。この4人がデッドヒートしてるわ。いいな、ついね。そしてバースが飛び抜けてるな。いやー、これ当たり外人ですわ。盗塁さっき見たか。赤松青木コンビすげえな。こんなん2人チームにいたら俺、行くわ、多分。ひいきチームにこの2人いたら多分俺、行くわ、マジで。すごいわ、いいね、このチーム。あ、投手みたいな、投手。投手はどうなんだろうか。投手ランキングに載ってるか、どうせあの3人は。セーブ。あ、ちょ、これパリーグだ。高津23セーブ。追い抜いた。大魔神追い抜いた。253。2.53 か。佐々木の安定感で。1.55。佐々木、津田さん、3.18。なんでだ？コントロールか。コントロールが、でもコントロール、譲歩してこれだもんな。譲歩してこれなんだよな、D は。津田、もうちょっと頑張ってくんないかな。すげえな、やっぱり。西村と藤川が、すげえな。岩瀬が11で甘んじてるっていうのがちょっと不思議だ。タイピンチ2ついてる。これ、もともとついてたっけ？成長で、成長、その成長なしにしたもんな。
おくらついてたのかな。どうなんだろう。よし、じゃあ日程飛ばそう。ハリさん頑張ってるんだな結構な。どこまで行こうか。オールスター前まで行くか。オールスターだってうちのやつが全部入ってるんだろう。あのオリジナル選手は。そして中日と広島のかっ、お、中日がついに広島がついに5位に来た。これまだ狙えるぞ。あ、ヤクルトが、あでも、あすげえな、阪神がやっぱ飛び抜けてるわ。赤星の加入だろうな多分これ。赤星なしでやってたら多分そんな阪神抜けてないだろうな。赤星いらなかったのかな、そう考えると。あ、だいぶ B クラスと A クラスの明暗が分かれてきた、これ。だいぶ分かれてきた。いや、でも、いや、分からんぞ、分からんぞ、これ。分からんぞ、お前だ、7000出す。よし。オールスター投票見よう。やっぱりオールスター投票はね、これ多分うちが独占してんだろうな。月間 MVP 見るか。バース。バースすげえな、バース。バース6月ちょっとおかしくないか、バース。バース月間打率ほぼ5割ってどういうことだ、このバース。すげえな、バース。バースすげえな、2ヶ月連続受賞。個人タイトル、バース。松井、バース。赤星、青木。バース。バースすげえな。三冠王取るんじゃないか、これ。パリーグどうなんだろう。張本。あ、おかわり君がホームラン打ってる。打点王落ちや。あ、いい感じ、いい感じ。なんか俺の、あ、でも、盗塁王、小坂ちゃん、福本がよかったな。うん、小坂は大好きだけど、盗塁王にはなってほしくないな。ちょっと、張本さん頑張ってほしいわ。張本さんじゃねえわ、福本さんだわ。おし、オールスター見よう。まあ、投手、先発と中継ぎが関係ないから、抑えだっけか。抑えの3人が入ってりゃいいからな。おし、5。高津、佐々木、津田。おし。いいね。高津すげえ、高津は佐々木で争ってんだな今な。田淵、古田、田淵が勝つんだ。でも青木と10万差つけて2位なのか、古田も。さらにその10万差をつけて田淵が1位なのか。田淵すげえ。バース55万。バース55万、2位が20万。ちょっと抜けすぎだなこれ。榎本2位か。あ、でもホームラン王だもんな、おかわり君。そらだってまあ仕方ないか、さすがに。ローズ、あ、ジョイナス負けてる。ジョイナス結構負けてるぞ。20万票ぐらい負けてるな、ジョイナス。ジョイナス頑張れ、ジョイナス。キヌガサ、お、キヌガサ、サード、立浪なのか。サードで登録されてるのか、立浪。どうなんだろう、俺、レフトでやったんだけどな。レフトに入れて、森野をサードに置いたんだけどな。落合、1位。試合仕方ないね。小坂すごいな、小坂。中地を12万票つけて1位。小坂絶対そんなにめちゃくちゃ人気でもないと思う。中地を追い抜くほどの人気は多分ないと思うんだから。野村と坂本がいい勝負してるわ。1万票差つけたのか、結構いい勝負だな。そして外野手、山本、松井、若松、福留、新庄。見事独占したわ、オリジナル選手で。そらそうなんだ、だってチートだもん。ほとんどチートだわ。あと、エディターで選手作ったのかっていう質問があったんだけど、結構前になるな。全部作成して作ってますね。あ、エディターっていうのを初めて知った、あるってこと。張本、福本がワンツーフィニッシュか。いいね。まあ、DH 関係ないけど、なんかこう見るとサブロー外国人登録みたいな。サブローガルシア、カーター。サブロー外国人登録されてるみたいな感じだな。サブローなんで DH なんだろう。まあ、この辺はね、まあ、揺るぐことはないだろうな。青木バースはな。よし、どうなの、ちょっと見ようかな、オールスターどんな感じなのか。オールスターだけちょっと高速時代かなんかで見ようかな。こうなんかうまい具合のこうなんか試合の飛ばし方ってないのかな。高速時代でね。オーダー変更、ジョイナス、うん、ジョイナス2番か。ちょっと、ああそっか、立浪いないのか。
田淵、まあ、田淵入れるか、そしたら。すげえな、みんな3割打ってるわ、ジョイナス以外。ジョイナス以外3割。これで出してみるか、メッセンジャー先発か。で、向こうが、榎本2番。榎本2番か、落合 DH。落合は DH そんな好きじゃないらしいんだけどな。張本がライト。それはちょっとありえないんじゃないか、張本ライトは。レフトじゃないか。よし。まあ、さすがにセ・リーグ勝つだろ、これは。戦力の差とか見て。オースラカ待ちに待った夢の球宴です。オールパシフィック先発は吉川、対するオールセントラルさすがにもう最低は出ない、最低以上の両先発、夢の球宴オールスターゲーム。さあ吉川にこの化け物たちを、モンスターたちを抑えることができるかな。2番だけだぞ、安泰は2番しかいないぞ。先輩は打つね、セリグ打つね。試合終了、最後ちょっとボコボコやれたな。オールパシフィックジョイナスいるじゃん、ジョイナス。ジョイナスハイタッチしてんじゃん、ジョイナス。勝ったな。ノムケン。おぉ。汚ねえ、ノムケン。ジョイナスなんか、選手兼任監督みたいになってるわ。おかわりくんが、中村くんが、9回に3ラン打てる。惜しいぞ。オールスター選出5人。あ、これ広島の話か。どうした。あ、オールスター一戦行われ、はいはい。さあ2戦目だ。2戦目のオーダーはどうなんだろうか。変わんないのかな。多少変わった気がするんだけどな。どうなんだろう、覚えてないの。変わったのか、これ変わってない気がするな。なんかこれ変わってない気がする。ちょっと選手変えるか。バース不調だから、じゃあ中村のりさんで、ローズセカンド、まあセカンドはこれでいくか。表明出すか。いや、新庄が見たいわ、俺は。新庄が見たい、純粋に新庄が見たいわ。1番新庄が見たいもん、俺。普通に新庄が見たい。で、どうしようかな。若松を4番に据えるという、ああ、あんなになっちゃった。若松を4番に据えるという奇策ね。全然気さくなのかどうか、ただの無能なんだろうけど。田淵ではなく古田でいこう。いいね。福留にショートつければよかったな。ショートつければ出せたかもしれないけど。よし、これでいこう。ゴー。いや、新庄ホームスチールしてくんねえかな。新庄のホームスチール何回見ても面白いな。古田も爆笑してたもんな。地方球場か。これはホームラン出るでしょ。地方球場なんてもう強振で軽く合わせりゃもうすぐホームランだしね。ミントでもホームランだしね。流し投法で。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、内海試合を壊さないでくれよ。あ、榎本3割2分いってるわ。すげえな、榎本。おい、勝った。誰だ、逆転打を打ったのは誰だ。野村、またお前か。野村、お前やるな。野村、本当に今日は大活躍でした。野村が打つな。これ野村もしかして4打点ってこれ満塁ホームラン打ったとかじゃないのかな。あ、普通に4打点上げてる。満塁で打って3打点したのか。すげえな、野村。よしよし、またか、野村すげえな。よしよし、さあ3戦目だ。3戦目はちょっとなんかこう冒険してみたいな。また地方球場かな。多分変わり映えしねえな。じゃあ野村が出した状態で変えよう。田淵が絶好調、田淵でいって、阿部を、阿部この時だけは味方でいいからな。ちょっと心強いな、阿部がいるっていうのは。なかなかバースとローズを変えて、あー、ローズ変える、ローズとジョイナス変えよう。坂本と乙女は極力出さない方針で、松井出てないから出そう。
ソコンがちょっと省エネモードだった。新庄と浩二さんを変え、で阿部を1番にする。1番ファースト阿部って、もうこれ超盛り上がるだろうな。うわーってなるだろうな。で、バースをさらに2番に置く。2番 DH バース、もううわーなるだろうなこれな。っていうかもうバースが出る時点でうわーってなってるだろうけどな。3番田淵、そして4番新庄、4番センター新庄、5番からしたら適当でいくか。こんなのいいや。杉内を抑えてくれよ杉内。あそうだった高速エンジンじゃなくてスキップしてた。今裏があったのか見たかったな。阿部をホームランってるすげえ、阿部と田淵ホームランってる。どうだったんだろう、1打席目だったのかな。おーセリーグ3連勝、よかったよかった。ということで今回はこれで終わりたいと思います。さあどうなるんだろう。結局なんだかんだでマシンガンが6位に転落して結構混戦状態になったの。また阪神が抜けると思うんだけどな。じゃあ今日はこの辺でさようなら。